知ればもっと旅が楽しくなる。名城を楽しむための基礎知識。城郭の周囲を守る石垣と土塁についてご紹介します。石垣は石を積み上げ、土塁は土を持って固めてできた壁で、いずれもお城の防御や建物の土台の役割を果たします。土で急な斜面を作り、お城の最も外側の防御を担ったのが土塁です。勾配がきついほど防御力が上がりますが、崩れやすさが増す恐れもあったため、多くの土塁は45度程度にとどめた傾斜で作られていました。通常の土塁作りには堀や曲輪を作った時に出る土砂を利用しました。高さは2メートルから5メートルほどです。土塁は工程によって主に半築土塁、叩き土塁、芝土塁の3つに分類が可能です。半築土塁は粘土や小石、瓦などを交互に敷いて突き固められ、叩き土塁は掘り上げた土砂を叩き固めて作られます。そして芝土塁は崩れを防ぐために芝が植えられていました。なお芝土塁の芝は敵方が斜面を登る際足がかりになりうるため、常に短く切り揃えられただけでなく、低い土塁には採用されなかったと考えられています。また土塁の上にはさらなる防御策として堀や柵が巡らされました。土塁の上に設けられた堀や柵は土塁の中央より外側に作られることが多く、これは敵方の動きを制限し、味方の足場を確保するためだったと言われています。さらに土塁の内側には味方の兵士が登るために雁木と呼ばれる坂や階段が設けられました。土塁と石垣が併用される場合もあり、これは石垣を節約するという目的と土塁を補強するという目的がありました。土塁の上に築かれた石垣は鉢巻石垣と呼ばれ、さらに上に建てられた建造物の基礎の役割を果たしています。また土塁より下に築かれた石垣は腰巻石垣と呼ばれており、土止めの役割を持っています。土塁は石垣にするための石が入手しにくい場所などで多用されており、関東や東北などの東国のお城に多く見られますが、近畿よりも西国ではほとんど見られないという特徴があります。また本丸や二の丸といった中心部は石垣を築いて守り、三の丸など敵と交戦する機会の多かった場所は土塁にして、修復工事もしやすくなっているケースも多くありました。土塁の上には塀が築かれ、城内側の足場は広く、城外側の足場は狭くなっています。これは堀を越えてきた敵が土塁上で自由に動けないようにした工夫で、犬走りと呼ばれています。逆に土塁上の守備側は塀を挟んで自由に動き回れるような幅が確保されており、このスペースを武者走りと呼びます。お城の守りを固めるとともに斜面を補強する役割も担っていたのが石垣です。戦国時代の山城で一部に見受けられるのみでしたが、織田信長が築城した安土城で採用されて以来、お城を取り囲む防壁として本格的な発展を遂げました。石垣作りはより高く、より急な勾配であるほど防御力に優れています。安土城築城の際、信長は阿能衆と呼ばれる石垣志向の技術者集団を動員したと伝わっています。信長の死後、天下統一事業を継承した秀吉はその阿能衆も引き継ぎ、大阪城の築城時にも彼らを動員しました。大阪城は人目につく場所に巨石を用いて石垣を築いており、現在でも10以上の巨石が残っています。ちなみに戦国時代の築城名人といえば藤堂高虎が有名です。高虎は石垣を高く積み上げていく技術にとても優れていたと伝わっており、
実際に高さが日本一の大阪城の石垣や高虎の居城である伊賀上野城の30メートルに及ぶ高石垣を設計しています。下方の勾配は緩やかなものの、上方に行くに従って垂直に近くなる熊本城の石垣は武者返しと呼ばれており、これは加藤清正が設計に携わりました。登りにくさに加え石垣の安定性も高い巧みな作りになっています。石垣は使われる石の加工法から主に野面積み、打ち込み剥ぎ、切り込み剥ぎの3つに分類されます。ほとんど加工せずに石を積み上げたのが野面積みです。主に天然石を積み上げています。そのため隙間が多く敵に登られやすいというデメリットがありますが、排水性には優れています。藍詰石と呼ばれる小さな石で敵の足場となりうる隙間を埋めました。その後に登場したのが隙間を少なくするために打ち欠いた石を使った打ち込み剥ぎです。安定性が増したため野面積みよりも高く険しい石垣が作られるようになりました。接合部分を加工した石を使用して積み上げています。空いた隙間には同じように藍詰石を詰め込んでいます。さらに加工技術が進み、ついに隙間がほとんどなくなったのが切り込み剥ぎです。しかし加工にかかるコストが高く、打ち込み剥ぎのようには普及しませんでした。隙間がなく排水できないため別に排水口も設けられています。このように石垣作りは技術の進歩とともに野面積み、打ち込み剥ぎ、切り込み剥ぎへとより隙間のない石垣へと発展していったといいます。さらに石垣は石の積み方によって欄積みと布積みの2つにも分類できます。欄積み、不揃いの石を積んでいます。布積み、目が横に通るように水平に揃えて石を積んでいます。清掃積みとも呼ばれています。石垣は表面だけでなく見えない裏の部分にも石材が使用されるため大量の石が必要でした。石材が十分に確保できない土地などでは、不足した石材を補うために墓石や石仏、古墳の石棺、土塁などを石垣の一部に利用しました。石垣の裏側の石材は雨で崩壊しないように水はけを良くするためと、表面上の石が崩れないように固定するために使用されています。